で、その後もロケは続いたんですけど、その夜に、ま、とりあえず電話入れとかなあかんなと思って、で、一回電話したんですよ。で、携帯に電話したんですけど、まあ、出張れへんかって、で、岡村ですけども、その、なんか、留守番電話になんかすいませんって入れんのもおかしいから、岡村です、また、ご連絡します、って言って。で、そっからまた15分ぐらいして、もう一回、電話したんですけど、出張れへんかったんですね。ほんなもう今日はちょっと、やめとこうかな、で、また明日連絡しようかな、と思って。で、一夜明けて次の日ですね。次の日に、翔さんの方から電話かかってきて。で、あ、すいませんでした、昨日は。って言って、いや、いいんだよ。って言って。でも大体ああなるでしょ。って、翔さんには、そうですね。って言って。で、また一から企画説明して、本当に、日頃そのドッキリにかからない人とかをかけてみたらどうなるのかっていう、まあ、おそらく、こう、られるかもっていう考えはあったんです。そら怒るだろう、そら。でもその、オンエアはどうしたらいいのかなっていうふうに思ってまして、でもすごい、できる限りこの面白く、編集させていただきたいと思ってますんで、オンエアって大丈夫なんでしょう。まあ、オンエアしてくれてもいいよ、別に。別にいいけどさ、なんか、釣りかなんか行こうよ。あドッキリとかじゃなくてさ、釣りとかさ、カブトムシとかそういうの行こうよ。俺、ああいうのダメだからさ。カーッとしちゃうから。もう大体ああなるってもうわかるっしょ。あ、そうですね。だからね、釣り行こうよって言って、ずっとその釣り、あ、そうですね、釣りはまた行きたいというふうに思います。でも釣り企画っていうのは、実は日テレで、やってて、フジテレビめちゃイケではやってる、グルナイで何度かやってるんですけど、まあ、その辺のことも多分翔さんあんまり分かってはれへんみたいで。で、とりあえず、なんとか面白く、なるように、編集させていただいて、それ俺がそんなこと言うことじゃないねんけどね、タレントが。すいませんでした。いや、いいよいいよ。今度は釣りだな、釣り行こうって言って、電話切って、もうすいませんでしたっていう話は、させていただいたんですけど、もう、ああいうのってもう、でも、広まんのって早いんですね。もう、その、翔さんが怒りはった、次の日にはもう、勝松さんとかその情報流れてて、勝松さんが、翔さん切れたんだってって言っても、仕事で一緒になった三浦とかに、翔さん切れたんだってなぁ、やったなぁって言われて、どういう状況だったのって言っても、勝松さんが嬉しそうに聞いてきて、いや、三浦はそれ分かってないから、こうでこうらしいですよ、って、やったなぁ、そら怒るよって言われて。んで、結局またあれでしょ、その、ヤフーニュースとかにも載ってましたけども、あと、もし30代やったら俺ほんまボッコボコされてるとこですよね。あ、また、意地悪な質問、もうちょっと若かったらどうされてましたかって言ったら、もう、そらわかるでしょみたいな。だけど、俺もう多分、ボッコボコに、あれ、どつかれてんちゃうかなと思って、ほんまに、あれよ、パッてこう見たときに、あ、俺ほんま殺されると思ったもん。翔さんに。でも、ほんま怖かった。